Amazing Market. はい、皆さん、こんにちは。こんばんは、毎度、大きに。今から、ゴブリンランドの新しいグッズ紹介していきたいと思います。じゃあ、一つ目、まずパーカーから紹介します。これがニューシングル、ハイエナのロゴが入ったパーカーになってます。めっちゃ可愛いでしょ。で、首の後ろにはこんな感じで、GL のロゴが入ってます。ね、これ男女兼用で着れますんで、女の子も男の子もお揃いで着て街ブラしましょう。はい、次はニット帽です。これも、ゴブリンランドの曲 OOO のロゴが入ったニット帽になってます。これはもう絶対にオンリーワンですね、確実。マスクとステッカーのセットでございます。ディディン、めっちゃ可愛いハイエナのステッカー。マスクは洗って何回も使えるんで、地球に優しいですね。めっちゃ息しやすいので、ちょっとマスク苦しいわって方でも、これぜひ使ってほしいなと思います。あとこれ肌荒れしにくいんでね、女の子もねつけてもらったらいいと思いますよ。でも息もしやすいですね。キーホルダーです。ゴブリンのホテルリビングという曲のタイトルが入ったホテルキーをイメージしたキーホルダーでございます。はい、これが黒と白と紫の3色になってて、白は夜光るので防犯にね、皆さんぜひ持ってもらえたらと思います。はい、ではライターです。ライターが全部で4種類あります。まずこれ GL セット、黒と白、シンプルに渋いです。次が大阪ナイトのタイトルが入ったライターです。これも黒と白のセットです。全部で4種類全部欲しいところですけれども、皆さんはどれが欲しいでしょうか。アイトラです。で、これゴブリンランドらしいねアイテムだと思います。あいつらニコ中なんでね。あと、いい音がします。次、2021年のカレンダーでございます。これ1枚で1月から12月までバーって出てるんで、めくらないタイプなんでね、楽ですね。しかも客席が映ってるんで、ファンの皆さん映ってますんで、みんな自分のカレンダーやと思って使ってもらったらと思います。はい、ででん、ステッカーです。イエーイ。このステッカーは、関西スターの EP の、4曲からそれぞれステッカーを作りました。今回特別にね。で、1枚1枚剥がして使えるので、皆さん好きなとこに貼っていきましょう。私は冷蔵庫に貼りたいと思います。次はなんとインセンスでございます。ビビ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 。これはゴブリンの曲の赤道エレジーをイメージした香りのインセンスなんですけども、もうなりたいときはこれ嗅ぎましょう、みんなで。じゃあ今からちょっと嗅がしていただきます。あ、男の匂いがしますね。はい、以上、今紹介したグッズ全部アメージングマーケットで購入できますんで、皆さん下の概要欄からリンク飛んでもらって、ぜひ買いに行ってください。今すぐ行きましょう。もう売り切れますんで、今です。はい、そうです、今です。行ってください。言いましたか？まだですね。はい、行ってください。はい、あ、行かない。あ、行かない。いや、行ってください。なんで行かない？あ、行ってください。なんで行けへんの？早行きなさい。あんた何してんの？あんた、早行きなさい。早行きなさい言うてるでしょ。また聞いたか、聞いた。次のもん、oh yeah, I wanna burn the shit. Yeah, yeah, yeah.